はい。TT さん、釣った魚を食べたりといった食事に関して興味があったりしますか？時間があったらめちゃくちゃあるタイプですね。だから、このワンオペ中、基本、外、どうしても朝晩、子供の対応しなきゃいけないんで、遠出がなかったので、結構時間がたくさんあったんですね。だから、もし、その地味な仕事いっぱいしながら、でもやっぱ余裕があるんで、食事もほぼ全部ね、作ってたりして、ってなると、魚も、だからその時、釣ったんじゃないんですけど、うちの子が救ったこの城をね、スジメにして食ったりしたんですけど、あれもやっぱスジメって奥深くて、塩、ね、塗るっていうか塩で水気を取る時間とか、酢につける時間とか、酢に入れる砂糖の量でね、仕上がりが変わってくるの。一回やるとやっぱハマりますよね。だから次自分で行った時も、動画にはしなかったんですけど、ちょっとだけ救って、もう一回ちょっとリベンジしたりしてやってましたね。はい。そのリベンジは、一回目がちょっと白くなりすぎて、酢で締めすぎて、やっぱこれは絶対真ん中が締めサワーみたいにピンク色の方が自分美味しいんじゃないかって一個食べて思ったんで、そうしたはずだったんですけど、酢つけて、あれはね、ワールドカップのスイス戦かなんか見てたんですよ。で、終わって大興奮して、で、なんかもうさすがに眠さも限界で、そのまま、この城のことすっかり忘れて、浴場のキッチンで、あって気づいて、もう完全真っ白な、どっちかといえば海藻サラダにこう、細切れで入ってる魚の筋身あるじゃないですか。あんな感じになって、まああれあれでうまかったんですけど、はい、ぐらい、一応好きです。はい。明暗に群れるシーバスにルアーを通しても、そのほとんどが反応しないという事実を知りました。あ、これは俺の動画でね、知りましたと。で、仮に同じ群れに一匹のイワシが通ればどうなるのでしょうか。これはね、私やったことあります。あっさりスーパーボイルというか、その一匹にバコバコバコって出て、止まるんで、多分食われて終わってるって感じですかね。基本やっぱりルアーは、まあ明らかに餌には慣れてないので、これっぽっちも慣れてないケースの方が圧倒的多いので、全然反応しないっていう時間帯とか状況の方が多いですね。はい。だから、自分のすごい象徴的な事例で言えば、夏の9月ぐらいですかね、盆過ぎぐらいの東京湾奥の運河で、まあ、そこは木の桟橋がめちゃくちゃあったエリアなんですね、運河の一帯で。で、木の杭とか、こう運河の護岸沿いに、その船に乗るための木が浮いてるんですよ、こう。木の板がダーッと浮いてて、そこの下にね、もうスズキがこう、尾びれが見えるぐらい、ブワーッとついてるんですね。で、ルアー投げると、春とか秋はよく釣れるんだけど、夏はね、全く釣れないんです。で、濁ってて、いるかいないかもわからないんだけど、ゆっくり引いてくると、夜光虫って、ルアーの後ろで、ルアーと一緒に青く光るやつがあるんですけど、それが光ってく、引っ張ってると光ってるんですね。で、止めるじゃないですか。で、そうすると、光るのは消えるんですけど、そこからツンって動かすと、ルアーがポワンって光った瞬間に、周りに十何匹の青白い光がブワーって出るんですね。これはきっとスズキなんだろうなっていう。で、春はそのパターンとか、初夏とかそれで、こう、ちょん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 やってると釣れるんですけど、夏は全然それでも釣れなくて、で、それがスズキなんじゃないかってことで、ある時、友達と5000円分ぐらいの脇にちて、熱帯魚屋さんで、ライギョとかね、アロワナ飼ってる餌で、アロワナ飼ってる人が買う、こんぐらいの赤い金魚の餌を買ってきて、それをね、こう、水のビニールに入れたまま持ってきて、ザーって入れてみたんですね。半分ぐらい。その瞬間、すさまじいボイルになったんです。ボコ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 つって。で、俺も友達もラパラの CD7 の GFR っていう赤いルアーがあって、もうそのボコボコってなんかにすかさず投げたらもういっあっという間に釣れましたね。だからやっぱあれはこれはスズキだっていうのも分かったし、
あれ、差は強いなっていうのを思いました。はい。で、土壌でもやったことあって、土壌でも、土壌の方が逃げるの上手で、スーパーボイルが一瞬で消えちゃうんですけど、多分土壌に一斉に襲いかかったのは間違いない動きでしたね。ただ、土壌も下行っちゃうからボイルにならなくてでしたけど、多分鈴木も土壌ってブワーって動いた感じの動きもしてましたね。あと、ザリガニを、まあ、それはね、ザリガニの手長をね、20リッターぐらいのバケツ、かなりいっぱいを持ってきて、まあ、それ半分ぐらい死んじゃってたんですけど、酸欠で。それをね、こう、ブワーって巻いた時も、スーパーボイルでしたね。はい。そんな経験があります。B さん、リリース前提じゃないと、ブルーブルーから大会協賛は出ないのですか？ブルーブルーの候補から今年拒否された大会がありました。あ、そうなんだね。まあ、リリース前提じゃないと、ダメとは言ってないですが、どうなんだろう。まあ、ちょっと、詳しくわからないから、何とも言えないんですけど、どうなんだろう。なんか、ちょっとわからない。わからないけど、まあ、当然、ブルブルのイメージっていうかな、なんか、うん、なんですかね、ちょっとタイミングっていうか、趣旨とかが何か合わなかったんじゃないですかね。ブルーバイバイさん、釣りデートってうまくいくものでしょうか？女子の対応がめんどくさくなりそう。はい。これはね、釣りデートは強いですよ。基本自分の経験上強いです。強いですけど、釣り人になっちゃダメですね。もう、とにかくエスコートに徹して、たらうまくいくと思います。やっぱり非日常を体験できるので、釣れてもいいし、釣れなくてもその自然のね、世界の楽しさとか、いろんなのね、伝えられるので、で、プラスその自分、デートしてるね、男性の頼もしさとか、なんか臨機応変さとかもね、アウトドアの方が見せやすいので、あ、この人しっかりしてて、ね、なんか対応力強そうだなって思ってもらうのは絶対プラスですから、あれだと思いますけど、あ、ボイルが出てるとか言って、ほっといた瞬間終わりますから、なんかね、自分も結構若い時そういうことありましたけど、もう持っていかなかったですね。釣り場に行く時に釣り竿持ってないで入ってました。持ってってうまくできたことがなかったので、結論持ってかなきゃいいんだってことで、もうずっと横でいると、持ってかなかったことを激しく後悔しながら、横にいるしかないんですけど、そんな感じでうまくいくと思います。はい。ルアーの姿勢について質問です。村岡さんの動画だけでなく、多くのところで水平姿勢であることが重要であると耳にするのですが、なぜでしょうか？これはやっぱりでも魚に聞かないとわかんないけど、水平姿勢だととても反応がいいですよね。これはね、鈴木釣りに限らずで、例えばアジングどころか、ビシアジ釣りって、アジの餌釣りでも、イカタンの付け方とか、まあ、ワラサでもそうですね。もうイカタンが回ったら全く釣れないですよとか、変な傾いたら。いかにイカの切った切り身、3センチ、4センチのイカが、まっすぐ、スーって動くかなんですね。で、プラス、何もしないと垂れ下がるんで、垂れ下がってると全然食わないんで、こう、うまーく、ふわっとして、フォールさせた時の、で、フォールが早いと、重りが引っ張っちゃって、今度、イカタンが沈んじゃうんで、あれもこう、コマセ作って、コマセ振ったコマセの煙幕にアジが寄ってきた、なんかイカタンが入ってくるんですけど、船が動くから。その時に、いかに、こう、こうでもないし、こうでもない状態の、直前でふわっと、と漂したわーって感じで巻いたコマセの中あると釣れるんですね。だからめちゃくちゃ実はめちゃくちゃ実はシビアな釣りで、ルアーも一緒かなと思ってます。アジングもやっぱりワームが下がっても上がってもダメで水平で食いますよね。はい。で、一方で
くるくるイワシパターンみたいにね、おかしなことになっちゃってるイワシにやっぱ出てくる時もあるんで、まあやっぱその時の食ってるものであるんだろうなと思います。はい。はい、次の質問ですね。村岡さんと釣りとの出会いは何ですか？これはもう普通に月並みな感じですけど、自分の親父がやっぱ釣りが好きで、親父が白地釣り好きだったんで、もう毎週釣りに連れてってもらってましたね。で、なんか、釣りがブームっていうか、もうブームっていうか、もともと、俺の親父の世代で釣りしない人いないんじゃないかぐらい、釣り経験者とか、釣りやってる人多かった世代ですよね。自分の親父は戦中生まれっていうのかな。戦争中に生まれて、だから戦後がちょうど子供の時代だったんですけど、その世代はね、やっぱ、まあ聞くと、おやつ代わりに魚を釣ったり、いろんなもの捕まえて食うみたいな感じで、うちの親父は北九州の人間だったんで、家の前が干潟だったんで、カブトムシがおやつだったって言ってましたね。で、カブトムシは捕まえ方が難しくて、あれに噛みつかれるとかなり悲劇らしくて、もういかにこう、尻尾の先端持って、全腹筋で噛みつきに来るらしいんですよ。それをかわしながら焚き火の上に乗っけて、でこう多分火を落としたカニが子供たちのおやつだって言ってましたんで、まあ、そんな中でね、親父も育ったんで、まあで東京来てもなんかね、地元の釣りクラブに入ってるぐらいの釣り好きでしたね。だからその釣りクラブの月例会っていうのかな、それでも。それはもう毎月連れてってもらって、行ってました。はい。うん。カブトガニ。はい。カブトムシじゃないよ。カブトガニだよ。はい。鳥カブトでもないな。カブトムシって言った俺。カブトガニね。はい。そうか。トリカブトって言ったのか。ああ、すいません、カブトガニですね。はい、じゃあ行きます。東京湾奥の夏の壁際がここ数年本当に厳しいと実感しています。春はオープンエリアでバチボイル、運河の奥でもライズがありますが、それらしいバスは夏になると一旦抜けてしまうのですか？それとも高水温など水質の問題で口を使わないだけなのでしょうか？村岡さんどうお考えですか？まず全体の母数がとても減ってるっていう実態があるので、で、夏になると、まあ、どの時代も、春10いた鈴木は、夏にはね、2とか1ぐらいまで減ってると思います。それ昔めちゃくちゃいた時代もそうだし、今でもそうですね。だから今は、ただですね、春でも、ね、めちゃくちゃうなるようにいるわけじゃないんで、夏の状態は悲惨な状態、さんさんたる状態だなと思ってます。はい。で、その残ったわずかなスズキも水質の問題でなかなか口を使わないので、まあ、なんか近年ね、もう抹茶っちゃに濁って全く見れない、そこが、水の底が見れないって時期は、あんまり長くなくて、真夏なんかね、運河の奥の方なんか水が澄みすぎちゃうぐらいなっちゃうんですけど、そうなると、鈴木、まあさっきも言ったけど、チヌの方が圧倒的多くて、鈴木全然いないなって感じなんで、まあ、やっぱ厳しいのかなと思いますね。僕はたまにダイソーミノを使います。このミノを使えば使うほど中の玉が浸水か何かで潰れて動きも不規則になり釣れます。はい。綺麗に泳ぐルアーより不規則に千取ったり、ボブリングアクションから急にアイジっぽく泳いだりする方が釣れるパターンがかなりあります。シバスルアーでこういったルアーを作る方法ありますでしょうか？ありますね。まあ、一部のルアーメーカーはむしろここを狙って、ギリギリ作るんですよね。自分もそのタイプだと思います。自分が手掛けたメガバスの X80 とか、ジャドーのスーさんとかも、基本そのウェイト設計で、要は、普通に綺麗に飛んで泳ぐルアーっていうのは、まあ。問題が発生しました。数秒後にもう一度お試しください。なんだっけ。
OK、Google、黙っててくれ。OK、Google が反応しました。はい、お呼びでしょうか。呼んでない、ちょっと待って。ちょっと電源切る。すいません、失礼しました。はい、なんで、まあ、やっぱね、その、一見完成されたルアーの、綺麗に泳いで、キビキビ泳ぐルアーは、やっぱ釣れないですよね。だから自分も、そのギリギリ、バランス崩すギリギリっていうのは狙っていってる方かなと、タイプのアングラーかなと思います。はい。で、そういったルアーを作る方法っていうのは簡単で、例えばルアーのこの愛を、もう、結構ね、今、昨今のルアー皆さん、そう言っても、バランス崩す側でまとめてたり、安定してるって言っても、やっぱりそこそこ少しでも飛ぶようにとか、少しでもあらゆるスピード域で破綻しないようにっていう感じで、バランス的にはギリギリなんで、ここの愛をですね、まあ、こう上に上げたり、下に曲げるだけで簡単にバランス崩しちゃうんですね。だから、この通りすがりさんと同じような、浸水してるような感じの不安定さはすぐ出せるので、まあ、そうやってチューニングして釣ってる方も結構、地元のね、各地域のスーパーエキスパートアングラーの中で、ね、結構いらっしゃいますんで、はい。そんな感じで、不安定さがいい時もある。いい時もたくさんあります。で、そうじゃない時ももちろんありますね。